おはようございますティアラガールのクアノレナです青山学院大学の1年生です今日は曇っていて午後から雨が降りそうですが気温は20度を越していてとっても過ごしやすい1日となりそうですさて私は最近入学祝いとして一眼レフを買ってもらいましたこれです 一眼レフはずっと前から欲しくてカメラ雑誌などを買ってお勉強していましたしかし最近はちょっと忙しくてカメラを持って出かける時間があまりなかったのでゴールデンウィークから早速使ってみたいと思います最初は都内散歩に出かけて都内のいろんな景色を撮ってみたいですまだ行ったとこのないようなところに行ってみたいです なのでゴールデンウィークがとっても楽しみですゴールデンウィークは晴れてほしいなと思っていますそれでは今日も元気にいってらっしゃい